できた。お疲れ様でございます。これでようやく寝られる。待て安人、まだ仕事は残っているぞ。確認作業のことでしょうか。分かっているならなぜ部屋を出て行こうとする。時に真道殿、確認作業をするのは後日というのはいかがでしょうか。ならぬ。では真道殿一人で行っていただくわけにはいかぬな。ですよね。では早速始めるぞ。まずは第42代目様の時代からだ。697年から707年まで在位していた文武天皇様ですね。まあ701年の大宝律令だろうな。律の刑は5種類でいいか。はい、問題ないと思います。木の棒で叩く地と序、懲役刑の図、島流しの流、そして死刑の死、この5刑で問題ないと思います。私もいろいろ考えたが、これ以上は思いつかない。律はこれで固めていいだろう。私から一つ提案があります。なんだ。天皇に対する罪を重く罰するというのはどうですか。中央集権体制を維持するためには必要なことかと。確かに必要かもしれないな。これがなかったら今の日本はなかったかもと思えるような完璧な律令ですよね。藤原氏繁栄の礎を築いた天才藤原の不人殿が関わっていたから、当然といえば当然だな。次は707年から715年まで在位していた第43代目元明天皇様ですね。平城京への遷都を決断した頃だな。遷都の話をしに来ました。人口が増加したことにより今の都が手狭になっております。そこでもっと広い都に移動した方がいいかと。お坂部、そなたはどう思う。私もその方がいいと思います。立派な都を作ることによって国の力を誇示することにもつながりますから。なるほど。それでどんな都にするんですか。遣唐使から繁栄を極めていると報告があった唐の長安を参考にしようと思っています。そうですか。ではしっかり頼みますよ。なんと争いの多い平城京の始まりだ。そうですね、都が立派だっただけに残念ですね。次は715年から724年まで在位していた第44代目元正天皇様だな。日本書紀が完成した頃ですね。安麻呂殿、御将の頼みを聞いてくれぬか。何ですか、そんな大げさなこと言って。私が担当している歴史書の編纂を手伝ってくれぬか。私はまとめるのがそこまで得意じゃなくて。いいですよ。本当か、本当にいいのか。はい、古事記の編纂が予定よりもだいぶ早く終わったので。助かった、これでなんとかなる。詳しいことは明日私の部屋にてご説明します。わかりました。でもそこまでお力になれるかどうかはわかりませんよ。またまた、そんな謙遜を。いや、謙遜ではなく。本書記も壮絶だったんですね。噂では古事記の方が壮絶だったらしいがな。次は724年から749年まで在位していた第45代目聖武天皇様ですね。在位期間が長いだけに出来事が多いな。長屋王の変に天然痘の流行、墾田永年私財法、たくさんありますね。藤原の広次が反乱を起こしたのもこの時期だな。お久しぶりでございます、広次殿。大きくなられましたな。お主ら何も分かっていない。私は何もこの国を滅ぼそうとしているわけではないのだ。
日々の真備と玄暴を取り除くことこそこの国がいい方向に進む唯一の手段であると申しているのだ。藤原氏がいい方向に進むの間違いではないですか？そんなことはない。ではなぜ朝廷からの召喚の招直を無視して挙兵なされたのですか？正々堂々申し開きをすればよかったのでは？もうここらが潮時ですよ、平次殿。亡き馬飼殿が悲しみます。認めない。こんな結果を私は認めない。藤原氏を急に託されてしまった広次殿の行動を絶対の悪だとは言いにくいですね。聖武天皇様もそう思っていたからこそ都から離れて仏教にのめり込んでいったのかもしれないな。平和にしたいと思って取り入れた仏教が争いの火種になるなんてなんか虚しいですね。時代が変わればいい悪いも変わるよ。次は749年から758年まで在位していた第46代目後見天皇様だな。鑑真和上の来日ですね。すまないようえ、お主との約束を果たすことができなかった。すまない、すまない。何を泣いておるのだ、不祥。和上、鑑真和上、これは一体？駒呂殿が密かに船に乗せていたそうだ。言ったであろう、肝が据わっていると。よかった、本当によかった。壮絶だな。私は一回目で挫折します。私は三回は頑張れるな。張り合わないでください。次行くぞ。はい。次は758年から764年まで在位していた第47代目の順仁天皇様ですね。日本の出来事ではないが、唐での安禄山の乱が影響を与えた時期だな。軍船394隻、兵士4万7千人を動員して新羅に遠征いたします。わかった。お待ちください。後見上皇、いかがなさいました？今は国内を安定させることが最優先。国外に遠征をしている場合ではありません。しかし唐の衰退が予想される今、新羅が攻めてくる可能性があります。先に手を打たなくては。攻めて来られても大丈夫なように守りを固めたのではないですか？わざわざこちらから危険を冒してまで攻める必要はありません。そう思いませんか、順仁天皇？後見天皇のお考え、一理ありますね。天皇様、推し活よ。そなたの考えもわかるが、ここは私の顔を立てよ。承知いたしました。攻め込んでこなくてよかったですね。推し活殿が攻め込まなくてよかったとも言えるな。真道殿、そろそろ限界なんですけど。あと三代だ。次行くぞ。はい。764年から770年まで在位していた聖徳天皇様ですね。後見上皇様が長祖して即位した現時点で最後の女性天皇だな。この頃は宇佐八幡宮神託事件一択だな。推し活の乱もありますよ。天皇家の血筋が途絶える寸前まで行ったんだ。正直この諸日本人の中でも一番大きな出来事かもしれないな。して正式なご神託は、道教を次期天皇にという内容で間違いなかったか？違います。何ですか？清丸殿、これはご神託を報告する大事な場です。もっと大きな声ではっきりとお伝えくだされ。ご神託は道教様を天皇にという内容ではありませんでした。次期天皇は天皇家の血筋の者が継ぐべきと。何の冗談ですか？冗談ではございません。この耳でしかと聞いてきました。清丸殿、今ならまだ間に合いますよ。私は正しいご神託をお持ちいたしました。これ以上申すことはございません。本当に寸前だったな。
おい、起きろ、安人。仕方がないやつだ。天皇様、ようやく食日本二が完成いたしました。大儀であった。ところで、沢良親王と種継ぐ暗殺のことはどう書いた？いろいろ考えましたが、記録に残さないことに決めました。そうか、気遣い感謝する。沢良親王の敗退死と種継ぐ暗殺事件の記事は平成天皇の時代に復活しましたが、嵯峨天皇によって再び消されて今に至ります。この背景には沢良親王が怨霊になったとする説と関係があると言われています。さて、次回の百花繚乱歴史伝は、蝦夷平定のために征夷大将軍に任命された坂の上の田村麻呂にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。